ヤガミ、ご飯！これくらいで。ほらほら、こっちだよ。ミンチにしてやる。もう許さないからね。潰れろ。しろや。うわっ！待ちやがれ！分かってこい。しばらく寝とけっての。時間食っちゃったよ。おい、yeah!
しばらく寝とけっての。やがり！うわ、なんだ？時間食っちゃったよ。八神さんよ。溶けて。いい加減にしろよ。
く寝とけっての。八神さん、八神さん、時間食っちゃったよ。人？ん？そうだけど。これあげる。何かなこれ。知らない。お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。すぐに開けろだって。さすがは八神さん、見事な危機対応能力ですね。想定される被害への配慮までできている。楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。何の真似だ。おっと、申し遅れました。私、こういうものです。おや、ご存じない？そうですか。でしたら景品同盟の子がといった方が通りがいいでしょうかね。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。我々なりのやり方でね。あなたのおかげで最近我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんですよ。勝手なこと。ではお手並み拝見といきましょうか、八神さん。
すがですね。どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました、降参です。あ、そんなあっさり。ビジネスにおいては引き際を見極めることも大事だということですよ。あの古賀松久が町のチンピラにコテンパンにやられたとなっちゃ、同盟の威信に関わる。取引相手に舐められちゃいますからね。チンピラはそっちだろ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。では後日また。結局因縁つけられたままかよ。杉浦、海藤さんはあの後どうなった？何日か寝れば大丈夫だって。モグリの医者に見てもらった。銃で撃たれてたからさ。闇医者なんてよく知ってたな。海藤さんから聞いてね。昔よく世話になったって。普通の医者じゃまずかったのか。僕もそう思ったけど、海藤さんがめんどくさがってさ。入院してる場合じゃないって言うし。そっか。そっちも大変だったんでしょ。狂霊会のキャバレーが焼けたって聞いたけど。ああ、他にもいろいろあったよ。八神さんも少し休んだ方が良さそうだね。もう行くのか？海藤さんのこと知らせに来ただけだから。八神さんの無事も確認できたし、僕も今日はもう限界。そっか、お疲れ。誰？まだ寝てた。なんかあったか？モグラの新しい犠牲者が出たの。また狂霊界のヤクザ。え？場所は松金組の事務所前。わかった、すぐに行く。
あの被害者の身元分かったよ。真冬、凶霊界の若頭で塩屋、知ってるんでしょ。ああ、モグラの新しい被害者ってことはやっぱり目を。うん、私は直接見たわけじゃないけど。見ない方がいいよ。この件の担当刑事はまた黒いわ。そう、今現場に入ってる。矢上くん、昨夜はあの刑事の取り調べ大丈夫だった？なあ真冬。何？黒岩だったよ、モグラの正体。え？羽村の頭と昔からずっとつながってたらしい。多分初めは綾部と似たような汚職警官だったんだ。それがとうとう殺しまで受けるようになった。んで、その黒岩を道具に使ってるのが庄野と厚生労働省の一部官僚たち。神室町で目をえぐられた死体はアドデックナインの人体実験に使われた犠牲者たちだった。庄野には俺が実験に気づいてるとこないだ知らせといたんだけどな。なのに今日また新しい死体を平気で。これがどういうことかわかる？この先もまだ続ける気なんだよあいつは。俺がどれだけ真実に迫ろうが実験をやめる気はない、そう言ってるんだ。そんな。庄野は面と向かえば真面目で寡黙な研究者で、ただアドデックナインのことになるとまるで悪魔だ。それでも薬を完成させれば何百万って患者とその家族が救われる。そこに生まれる莫大な利権が庄野を守ってるんだ。敵はそこら中に潜んでるらしい。どうするの？もうお手上げ？まさかな。俺は奴らに親父を殺されたんだ。この借りは絶対に返すよ。